仮面ライダーグーガ一条薫を語ろう。どうもゆうちゃまです。一条さん、五代雄介の相棒といえばこの人ですよね。どんだけ頼もしいんだっていうね、無敵かっていうね、人間とは思えないほどのあのたくましさですけど、五代くんの動きと一条さんの刑事としての活躍、両方の活躍があってグロンギを倒すことができている。なんかこの連携プレーがいいですよね。最初は一条さんや桜子さんくらいしかクーガが五代雄介ってことを知らなかったんですけど、だんだん刑事の人たちもクーガが五代ということを知っていき、でも一条さんが信頼する五代なら大丈夫だ、信頼していいっていう思いもあったんじゃないでしょうか。それにしても一条さん、やっぱりグロンギの最前線に立ちすぎですよね。結構危ないシーンも多かったですし、いや一条さん危ない危ないって、死んじゃうっていうシーンありましたよね。もう結構多かったんで、どこのシーンとは言わないですが、唯一言われてるのがこう携帯電話をマナーモードにしないところ、すごいネタにされてますが、そんな一条さんが僕は好きですね。今の仮面ライダーに一条さんが出てたら、間違いなく仮面ライダーになってたでしょうね。ちょっと漫画版見てないんですけど、漫画版で G3 になったんじゃないか疑惑みたいなのなったんですかね。ちょっと知ってる方教えていただきたいです。ゆうちゃまでした。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。